ダークソンでございます。ここがね、剣淵の郷土資料館に来てるんですけど、2階の部分にこのように農機具ですとか、あと生活用品ですよね、衣類とか鍋とか鉄瓶とかあるんですが、やっとね、屯田兵関係の資料を見つけることができました。屯田兵高橋五郎左衛門氏の関係書類37点、明治32年ぐらいのものだそうです。ここに書いてるね、高橋五郎左衛門、村民手帳、剣淵村役場、勤勉報奨休暇事例って書いてますね。屯田兵事例、ここにもありました、書籍、屯田兵関係8部、明治時代35部。屯田兵歩兵二等軍曹って書いてますね。昭和17年か、ここまで来たら戦争っていうかね、終戦とかですよね。なんだろうな、ここ。結構ごっちゃになってんな。鏡、屯田兵入地の時本州より持参したもの。裏面の家紋は由緒ある家系だって。あらまあ、
T-4 銃の実弾、トンデン兵の射撃場から出土したもの。明治32年。これも本州から持ってきたやつですね。鉄瓶。はい、トンデン兵関係の資料とか展示物はね、以上でしたね。はい。ここは水田ではありません。畑、水浸しになってる。ひでえな。これ水田じゃないと思うんだよな。畑だよな。ここ冠水しちゃったんだ。何だろう。